市街地にぽっかりと浮かぶ緑の島。その森に包まれた白く清らかな建物。仏教哲学者鈴木大拙を紹介する施設です。大拙は禅をはじめとした日本の文化や東洋の思想を海外に伝え、その名を世界に知られています。ここは自由に思索しながら大拙の考えを体感する場所です。本州中央部、日本海に面した石川県金沢市。鈴木大拙は1870年にこの町で生まれました。生誕地のほど近くに鈴木大拙館はあります。中に入りましょう。玄関を抜けるとまず内部回廊という空間を進むことになります。歩みを進めるたびに徐々に外界から切り離されていくよう。そして回廊の奥で迎えてくれるのが鈴木大拙その人の姿。大拙は1966年に没するまで日本の禅文化をはじめ東洋の思想を世界に紹介し続けました。英文の著作だけでも20冊以上あります。大拙の言葉は合理主義的な世界観に疲弊していた欧米の知識人や若者たちの心の琴線に触れました。アメリカでは1950年代以降禅ブームが巻き起こります。当時の様子を語る大拙です。西洋人がその禅に感じる魅力というのはどういうところにあるとお考えでございますか。今は何にでもこの束縛せられてしまうですな、うん、時間に束縛せられるとか組織に束縛せられるですね。いろんな点でその束縛せられて本当のこの自由の働きというものができんですね。別に人間は元来自由というものがなかったらもう人間じゃないんだから、はい、で人間に帰ろうとする動きがどこからか出てくるだろうと思います。それに対して禅宗は最も適切な訓練というか修行というかですね、そういうものだと、そこに多少気がついてきているんじゃないかというように思いますね。西洋のこのリバティやフリードムを自由と訳しておるけれども、はい、本当の東洋の自由という意味はおのずからなるっていうか、おのずからによるっていうかですね、ものに束縛も何もない、そのものになって本体になってそうして働くということが自由なんですね。その西洋のいわゆるリバティとかフリードムにはそういう意味はないんですね。でそういう点がこの近代の人に訴えられた。大拙が語った自由を思索する空間がこちら。壁に囲まれた水鏡の庭、そしてそこに浮かぶように立つのが思索空間です。鈴木大拙館は資料や年表などで大拙について説明するのではなく、来館者が自然に自由に自ら思索を行い大拙の世界を感じることを目的としています。設計は美術館建築の名手谷口義雄。大拙の世界をゆかりの品などの展示物によらず表現するという難題に挑みました。試作空間へは水鏡の庭に巡らされた外部回廊を通っていきます。
思索空間は静謐そのもの。中にあるのは畳を張った椅子のみ。四方の開口部と天井の窓から差す外光のみのほの暗い空間です。ここで水面を眺めながら試作をします。心を自然と沈めるような心地よい波紋は、一つの波紋が生じた後消え切ってから次の波紋が起きるよう仕掛けられています。壁の向こうの木も種類から枝ぶりまで映り込みを考慮して配置されています。試作を促すために徹底して考え抜かれた空間。来館者は時間や組織などの束縛から解放され、自然かつ自由な心で試作することができます。座禅というのはただ座っておるということでなくして、座るということは他に捉えられないで内に心を潜めると、内に心を潜めるということは自分が自分になるということ。鈴木大拙館、ここでは来館者は何かに強いられることはありません。ただ静けさの中、自分が自分になるひとときを過ごす場所なのです。